少女ネパールの少女たちイラクの少女スーダンの少女、ブラジルの少女ベネズエラの少女普通、少年を若い男子とするとき、少女はその対義語である。この年齢に該当するのは、児童福祉法第史上の3では、小学校修学の式から、満18歳に達するまでのものとあり、少年法第1章、第2章では、20歳に満たないものとある。 古代の律令成化では17歳から20歳の女性を少女と称した。当時は別にお、とめ語があり、現代における少女の意であった。近代では1920から30年代の近代史上社会、都市型小家族の完成期に浮遊性、脱秩女性、非生産性等の様々な因を持つ少女文化が開花した。なお、少年法は、 男女問わず20歳に満たないものを少年として定義している。女子の少年院にあたる施設は、少女院とは言わず、女子少年院という。女の子は女である子供、女児の意味だが、俗語では、若い女性を意味する。ガールは、通例9から12歳まで、大きくても15歳以下とされる。文語、固い書き言葉としての少女は、メーデン、バージンなど。 男子と違って、進学や就職に結びつかない、高等女学校において、就寝教科書や女学校文化によって、少女は未来から切り離され、幼女と人妻の間の中ずりな存在として、規定された。同じく女学校による読書する女の出現が、少女の発祥という意見もある。少女雑誌が、そのイメージを支えた。これは娘を女学校に、 上げ少女雑誌を買い与えられる、都市新中間層の女子に限定された。この新中間層に、両妻憲母という規範が生まれた結果、考えのもとの服従と家事労働を母親に譲り渡したことで、自分自身に思い悩むことができる時期が生まれ、少女が誕生したのである。近代化不調性、女子教育制度への抵抗であると同時に、補強でもある。 少女、少年雑誌の表紙のビジュアルイメージは、以下のように変化して行った。ボーイと同様にガールには、別称としての用法もある。大人であれ、その女性が特に特定の意味のある役割、役職にない場合、メッセンジャー役で派遣される場合、人は、私のところの女の子をやるから、その子に渡してくれたまえ、という言い方をする。 名前もないままの女の子は成人であってもそういう呼ばれ方をする。男の子も同様。レストラン、ホテルなどの同意が恒例である。彼らは親や大人に対してやはりそういう地位しか与えられていないということである。砕けた言葉でのガールは年齢、既婚、未婚を問わず女性を意味する。目下の女性への呼びかけにも用いる。時にウーマンより 精神的未熟さを暗示する。成人女性は、自身や友人をガールと称することがある。演曲には売春婦を意味する。中国で、女外は、思春期や、青年の域まで含む場合がある。柳田理佳優の空想科学漫画特本では、漫画に登場する、高校生について、男であれば、青年、女であれば、女の子と表現している。一般的に、 18から22歳を含む大学生の場合、男子学生は自分たちを男と言いながら異性である。女子学生を女の子と言い、女子学生は自ら女の子と称し、同世代の異性を男の子と呼ぶようである。これは男性が少しでも早く男の子から脱したいと思う一方、女性は少しでも長く女の子でいたいという社会的。 感情的背景があると思われる。ありがとうございます。